とうございます。え、なになに、どうしたの？先週のハロウィンパーティーでのこと。ああ、あれか。用事があって参加できなかったんだけど、どうだったの？結構楽しかったよ。みんなでワイワイできて。それにね、あやちさんが舞台で歌ったの。あやちさんが歌を？びっくりするぐらい上手で、しかも綺麗な声で。もう会場にいた全員の心をわしづかみだよ。そんなに？いえ、違います。大げさに言ってるだけですよ。音程も外してばかりで、実際は大したことないんです。またまた、ご謙遜を。そうだよ、自信を持っていいよ。あれはねえ、聞きたかったな。本当にお願いですから、もうやめてください。左手動いてるぞ。やっぱり反応が大きいな。そんなんだからミスが多いんだよ、お前。ま、俺もビビったな。まさかあそこまで歌えるとは思ってなかった。ボイトレとか通ってるわけでもないのに。シュージはもしかして知ってたのか、あやちさんの歌。そりゃそうか。にしても、また歌ってよ、あやちさん。いえ、ああいうのは一度で十分ですよ。もったいない。また聞きたいな。私も聞きたいな。来年の文化祭とか。文化祭か。考えてる。え、いや、そういうわけじゃないんだけど。でも楽しかったんじゃないの？そりゃ楽しかったけど、風邪ひいたりいろいろ失敗しちゃったからな。それって悔いがあるってことじゃん。ほらほら、文化祭でリベンジした方がいいんじゃないの？